儀式台盤とは、藤原氏の家宝として、歴代富士市長者に継承されてきた朱塗りの台盤、重機のこと、正月の大臣代表の際に用いた。ただし、任大臣大表など、略式の代表の際には用いられない。シーン、渡り証券文、集金と共に継承される、藤原氏のレガリアであった。大表と呼ばれる儀式的な主演は、テーブルである台盤と椅子を用いて、 主人と客が宅を囲む共同禅の様式であった。初記録によれば、大経の際に用いた手記が長引四代に収められた。また手記を置くための台盤が大きなものが5つありそれを含めて27個存在したとされている。支配文書の手記代雑字には、孫者二人寮として、手漆三尺台盤が四脚、苦行用の手漆四尺台盤が12客、小納言、 弁官用の、シュルシ四ル尺台板が四脚、上官用の、シュルシ八ル尺台板が二脚あったという。器は、朱塗り、台板は、上部が朱塗りで、下部は黒塗りであった。伝承によれば、藤原冬継が官学院に収めたものとされ、以後代々官学院の別当を兼務した藤市長者が、所持していたとされている。この出記が明確に石管家の重宝として、 扱われたのは10世紀後半、藤原金家以後のこととされる。正期には、神奈2年の正月代表で式台版を用いた記述がある。ただし、正期には、喧嘩が摂政就任時に式を渡されていなかったという記述があり、それ以前の藤市長者も継承していた可能性がある。また藤原の道長の土三角殿が火災にあった際、 大教式を持ち出したという記述がある。道長は自らの立場を大教に式を用いる存在であると認識しており、藤原さねすけもそれを肯定している。後三条天皇の改革により、主犯大臣による正月大教が廃止されると、接管家の大臣による正月大教がクローズアップされるようになり、式大教の後が頻繁に見られるようになる。また、 富士市長者継承の際に、敷大盤の継承が行われるようになったのは、藤原諸種が継承した際とみられている。ただし、未同玉章には道長が、市長者を継承した、長徳元年に、持参主敷大盤党という記述があり、この頃には、継承に類似した儀礼があった可能性がある。以降は敷大盤は東三条戸の夜カモのような、特定の場所に保管され、 継承の際に持ち出され、吉祖儀礼等と共に切除される儀式、式渡りの儀が行われるようになった。旧安六年、藤原忠実が、長男の関白、藤原忠道を儀絶して、次男の藤原頼長を、藤市長者とした際に、武士たちに命じて、強引に式大盤を頼長のもとに移した古事はよく、知られている。 鎌倉時代になると、正月代表はほぼ行われなくなった。県営元年に行われた、九条義経の代表が、唯一の式代表である。式大版が、いつ頃まで存在したかは定かではないが、昭和2年4月21日のこの家元への、式はあたりが確認できる最新の例である。ありがとうございます。